サッカーはシンプルだ。この番組はバルサ好きハッシーノとミラ・ニスタ大輝とサッカー弱者のセラビがフラット3のフォーメーションで主にサッカーについてお話しする番組です。お願いします。よろしくお願いします。今日はハッシーノさんのハッシー論です。はい、お願いします。はい、お願いします。今日は適正ポジションなんてないないっていう感じの話をしたい、いいですね、したいなと思ってます。ポジションね、サッカー一応11人いるんで11個ありますけど、うん、どのポジションがどんな選手みたいなイメージってありますよね、なんとなく、うんうん、なんとなくありますね、うん、例えば、センターバックだったら屈強な男が立ちはだかるみたいなイメージとか、サイドの攻撃的な選手だったら、まあ、スピードがある、速いね、キレのある選手みたいなんとか、まあ、なんとなくのイメージがあるかなと思うので、まあ、それをもとに適正ポジションについての話をちょっとまずしようかなと思うんですけど、なんでこの話をしようと思ったかって、これちょっと最近思ったことなんですよね。僕も、選手それぞれに適正なポジションっていうのがあると思ってずっと今まで生きてきたというか、過ごしてきたんですけど、最近、あれ、これもしかして違うなって思ったんですよね。で、なんでそう思ったかっていう話なんですけど、ちょっとどう考えてもありそうですもんね。そうそう、そうですよね。で、まずね、うちの、まあ、子供の話すると、子供が行ってるサッカーのスクール、チームじゃなくって、スクールに行ってる、チームに入りながら他のスクールにも行ってるんですけど、そこでは、半年に一回、その選手の適正なポジションはここですよ、みたいな、を教えてくれるんですよ。ああ、じゃあそこで変わったりもするし、同じだったりもする。そう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 。うん、そうそう。で、一応7人制のポジションで、ここが特にいいですよみたいな、まあ、3段階あって、一番いいところ、まあ、まあまあまあのところ、そうでもないところみたいな感じで、7つのポジションに色分けがされるんですよね。うん。で、それで、まあ、例えば、長男だったら、左利きで、ずっと小学校の時も、まあ、サイドバックをやってたので、まあ、もちろん左のサイドバックみたいなポジションが適正ですよっていう色がついてたりしてて、で、あとは、まあ、ちょっと、まあ、ボランチ的なポジションも、まあまあ、ありですよみたいな感じの色がついてるんですよね。ついてたんですよ。で、あ、なるほど、そう、確かに納得だと思って、いて、まあ、納得っていうのは僕もそれが適正なポジションだと思ってたからなんですけどね、で次男がそこのスクールに行き出した時に最初にもらったその適正ポジション表が全部同じ色だったんですよね。その3段階の2段階の2番目の色が全ポジションキーパーも含めて全ポジション同じ色だって、これはどういうことだと思ってよく読んだら、なんかキーパーも含めてどこが適正か今の段階ではまだわからないみたいなことが書いてあって、どこも可能性がありますよみたいなことが書いてあったんですよ。すごい。確かに特徴がシュートが上手いっていう特徴は、まあ、分かってたけど、それ以外の特徴ってのは特になくって、長所も別にないし、技術が高いわけでもスピードがあるわけでも背が高いわけでもないし、逆に言うとどこも、まあ、適正じゃないというかいうふうにも捉えれたんですけど、まあ、前向きに取ると、まあ、可能性は無限大みたいなイメージで、まあまあ捉えることもできたんで、まあまあ別にそれはそう、そういうこともあるんかと思いながら過ごしてたんですよね。タケルさんみたいですね。
そうなんですよ。で、今度長男が今中3ですけど、高校を進学するにあたり、高校から、高校の、ユースチームのからちょっと声をかけてもらって、そこの練習に参加しないかみたいなことを言われたんですよね。別の、全く別のチームのあ、ってこそう。高校、今中3なんで、高校のチームから、ちょっと練習参加してって言われて行ったここんのでチーすムよ。から、すごい。で、そこのコーチの評価をちょっと聞いてみようと思って、なんでうちの子を呼んだのかを聞いてみようと思って聞いたら、今センターバックをチームではやってるんです、主に。センターバックかサイドバックなんですけど、そこの高校のチームのコーチが言うには、本来はサイドバックの方が適正だと思うし、フィジカル的に、スピードとかフィジカル的にセンターバックはちょっと、厳しいんじゃないかみたいなことを言われて、でもそなれるよほりど。も技術があるからサイドバックの方が多分いい選手になれると思うというような評価だったんですよね。でも今チームではセンターバックをやってるっていう話をしたら、そのコーチが言うには多分その今のチームのセンターバックが、そこまでこう、なんていうんですかね、安心できる選手が他にいないから多分センターバックを任さそれれてはありるますんじゃね。ないかという話を聞きまして、この時に思ったのが、あれと、長男適正ポジション、チームではセンターバックやけど、高校のこのチームにもし行ったら、この高校のチームではサイドバックが適正ポジションって言われてるやんってなったんですよね。ということは、適正ポジションっていうのは、そのチームで、どこにその選手が当てはまるか、そのチームにとって一番いいポジションがどこかっていうだけの評価を、各コーチ、各チームでしてるだけなんじゃないかって思ったんですよ。だから勝手に想像して、この選手やったら、うちのチームだったら、ここが適正だなっていうイメージをした上で、とか、例えば自分の理想的なサッカーのスタイル、こういうチームを作りたい、こういうチームがいいって思ってる理想に当てはめた時に、この選手はここが適正だって思ってるだけで、その選手にとっての適正なポジションかどうかは別の話なんじゃないかって思ったんですよ。なるほど。いや、それは確かにそうかも。そうなんですよ。で、これ思ったら、やっぱり、自分もそうやなと思って、自分がしたいポジションと、チームで与えられるポジションって、多分みんな合致する人もいれば合致しない人もいると思うんですよね。本当は、例えば鎌田とか、日本代表でボランチやりたいってずっと言ってたけど、日本代表ではボランチやらせてもらえずみたいな。で、あの選手の適正ポジションはどこかってなったら、鎌田は多分ボランチが適正だって言うかもしれないけど、本人は。でも、監督からしたらそうじゃないと思ってるから他のポジションで使いたいわけで、なんで適正なポジションって本当はなくって、あるのは多分不適正なポジション、不適正っていうのかな、ここは絶対ないやろっていうポジなシるョほンがど、面白いですね。あるだけで、適正なポジションなんて本当はないんじゃないかなって思ったっていう話なんですよね。その選手に適性があるわけじゃなくて、11人だったり、控え合わせた26人合わせて、26人というか数人合わせて、適性があるってことですね。適切だなから、使われ適方。切、そうなんですよ。だからチームにとってどこがその選手が生きる場所かっていう選び方で適正だと言ってるけども、その選手にとってはどうかはまた別の話なんかなって思ったんですよね。
で、なんかね、もう一つあるのが、たまたま、なんかの記事で読んだんですけど、板倉、日本代表の板倉選手は、幼少期、ちっちゃい頃はフォワードをやりたがってたけど、監督、その当時のコーチが、能力的にその選手のスピードとかパワーとか、シュート力とかを考えたときに、後ろから、攻撃に参加する方が、多分いい選手になるんじゃないかっていうことで、ディフェンダーで使ってたらしいんですよ。で、それが今の日本代表のディフェンダーに成長したっていう例もあるんですけどね。じゃあ、これ、板倉の適正なポジションはディフェンダーなのかって言ったら、それ分からないって思うんですよ、僕、実は。フォワードやったらもっとすごい選手に化けてたかもしれない。もしかしたら。その当時の、その監督の、適性だと。まあ、その時はチームにとってというよりは、その板倉自身が、輝けるというか、飛躍できるポジションは将来的にっていう、まあ、将来のことを考えてディフェンダーで使ってたので、まあ、すごく前向きな、ポジション変更というか、ポジションをさせてたんだとは思うんですけど、でもそれが本当に適正かどうかは、ちょっとわからへんなと思って、たまたま成そうですよ功ね。例として上がってるけど、多分失敗例なんか見えへんからわからへんだけで、多分いっぱいあるんじゃないかと思うと、なんか選手を、どういう風に使うかっていう、まあ、好みとか考え、そのコーチとかチームの考えがすごく影響を出てしまうから、適正ポジションってあんまり簡単に言わん方がいいんちゃうかって思って、でも逆に、例えばメッシがセンターバックは全然イメージ湧かないと思うんですけど、多分それは不適正なポジションだと思うんですよ。とか、例えばなんかボールが怖いというか、そのキーパーにね、向いてるか向いてないかみたいなのとかは多分あると思うんですよね。そのボールに対してのアクションの起こし方とか。だから不適正はあるかなとは思うんやけど、適正なポジションっていうのは本当は、ちょっとあんまり簡単にあるとかないとか言わん方がいいんちゃうかって思ったよっていう。いや、話。そうですね。最初の疑問は、その不適正はあるっていうので払拭されて、もう本当その通りだなって思いましたね。そうなんなんか日本まあだと特に上手い選手は、小学校とか低学年とかで上手い選手はとりあえずフォワードやらされるじゃないですか。点取ってこいみたいな感じで。だからコンバートって多いんだなって思ってたんですけあ、ど。それだからね、多分これ野球の、高校野球とかでもめっちゃあるなって思ったんですけど、高校時代エースで4番みたいな選手がやっぱプロではピッチャーでは通用しないから、バッター1本で転向というか、バッター1本に絞ってやるみたいなのも、同じような感じかなと思って、その高校ではピッチャーが適正だったかもしれないけど、プロのそう世です界に入っね。た時に適正じゃなかったとしたら、その選手の適正なポジションがチームによってとか環境によって変わるとなると、やっぱり、選手の適性じゃないかなっていう気がして。そうですね、選手の問題だけじゃないですね。あと、やりたいかやりたくないかとかも結構あったりするかなと思って。なんかそのね、フォワードやりたい子をディフェンスにやった時に受け入れれない子は、やっぱりディフェンダーとして成長ができるかって言ったら多分難しい気もするし。青足みたいですね。サイドバックにコンバートされる選手多いですよね。っていうか、真ん中から横に行きがちなイメージがあるんですけど。ああ、そうだね。あ、それこそね、僕のチームでも、
新しく入ってきた子が、ポジションどこって聞いたら、あ、ボランチですって言うから、ボランチで使ってみたら、まあ、使い物にならなくてっていうのは なんか多分、自分が前いたチームでは、多分、十分活躍できてたでしょうけど、なんかうちのチーム来たら、なんかちょっと違うなって、なんか、自分サイドの方が向いてるんちゃうって、僕は普通にその時僕らはみんなでサイドにコンバートをして、まあもちろんサイドだったらすごく活躍したので、ほらほらってなってたんですけど、それもだから僕らからしたらその選手の適正なポジションはサイドやろって僕らは決めたけど、その本人にとってはずっとボランチは適正やと思って生きてきたわけで、なんか環境によって、だからうちのチームに入らずに、ね、ボランチが生きるチーム、自分がボランチとして活躍できるチームにいてたら、適正なポジションはボランチのまま一生を過ごしてたかもしれないし、だから環境が変えるんやったら、それは適正とは言えないなって思ったんですよね。そうですね。そう。だからあんまり簡単に、特にね、子供たちに、ポジションを決めてしまうようなことはやすやすと口にはしたくないなって思ったり、やりたくない気持ちとかもね、本当はこっちの方が向いてると思うんだけどっていうのむずいですね。そうですよね、むずいっすよね、そうなんですよ、うまく、やりたくない。そのやりたくなさってなんでですかね。やりたくななんさか、は、やっぱり花形ポジションかそうじゃないかっていうのもあるんですかね。自分のプレーしにくいとか以前に。でもそれもあるかもしれんし、純粋に楽しいか楽しくないかっていう、例えば点を取ることってね、誰も楽しいと思うけど、でも例えばパスを出す方が楽しいと思う子もいるやんか。そうですね。アシストする方が気持ちいいと思う子もいれば、相手からボールを奪う方が楽しいと思う子もいたりして。奪う方が楽しいですね。奪う方が楽しいっていうのも、僕の自分の適正ポジションがここだって思ってるからそう思ってるのかもなって。自分のポジションによって任せられてる役割とかに応じてというか、勝手にそう僕がだんだん 思ってきてるのかもなっていうふうにも感じましたね。そうですよね、思い込任んでせるらこれとた仕も、事を達成した気持ちよさみたいな感じ。そうですよね、だから達成、任務を与えられてそれを遂行することに喜びを覚える人もいれば、そんな指図を受けたくないっていう人もいるし、ですよね。そうですね。それで言うと、もう大体戦術的サッカーが多くなってきてるじゃないですか。現代サッカー。だからファンタジスタって本当生まれないですね。いや、そうだよね。そうなるよね。これでいくとね。役割をしっかり決めちゃってるので。そうですね。ほんまや。だからその役割の中で輝くかどうかっていう話になってますもんね、今。てか、むずいな。今、だってセンターバックに今求められてるのって、スピードが求められてますもんね。だからそのうちの子もセンターバックとしてはスピードがちょっと足りないかなって言われたし、昔やったらね、キック力とかね、そう、フィジカルとキック力フィジカル なイメージがありますけど。跳ね返せばいいみたいな感じやったけど、戦今術は、サッカーをするとセンターバックこそスピード必要っていう感じなんで。技術がないとあかんし、もちろんスピードもパワーもいるけどみたいなね。そうですね。で、それでいくと今日本のキーパー問題、キーパーの育成問題も、日本は結構土のグラウンドで子供たちが栄えることが多いから、キーパーがあんまり人気ないっていうこととか、怪我とかね、汚れるとか
あるから、本当はキーパー向いてそうな子とかもやりたがらないっていうのは結構あったりして、うん、それこそ適正っぽいポジション、キーパー、ね、キーパー向いてない子っていうか、まあ、あんまり不適正やなっていう子はもちろんいるけど、やったらうまそうやなっていう子も、いや、それよりも点取る方が楽しいとか。なんか、キーパー向いてるのって、うんうん、僕、全然わかんないです。どんなやつがキーパー向いてるかって。あ、そう？うん。ああ、そうか。なんかね、でも、子供のサッカー見てると、キーパーを順番で回すんやな、ちっちゃい時は。そのキーパー決まってなかったりとかすると、ですよね。そうするとおのずとこう何されても点入るような子と、まあまあ、うん、まあまあ頑張ってボールに向かっていく子とか、結構やっぱり差が出てるかなっていう気はして、でその時点でもうそのボール何されても点入るような子っていうのは多分不適正なんじゃないかなと思うやんか、うん、キーパーに対して、うん、でも、適正でボールに向かっていく子が適正かって言ったらそれはまだ分からへんというか、うんうんうん、適正なんてないので、うん、ないですね。やってみて楽しいと思えるかどうかもすごく大事やし、うんうん、本当にね難しいと思う、うん、うん、セラビさんは適正なポジションとかイメージあります？そのボランチの人が、自分はボランチをやりたいけど、うんうん、向いてないよっていう、うんうん、その鎌田選手とか、うんうんうん、橋野さんのチームの方の話で、うんうん、その方はボランチが多分楽しいとか好きとかがあって、うんうん、適正があるかないかっていうのはチームによって違うけど、そのボランチっていうポジションとしてはこういう選手が向いてるっていう適性はあるってことですか？うんうんうん、意味わかりますか？あ、わかりますわかります、うんうん、そうそう、ボランチに必要な能力、ボランチとして持っていた方がいいと、能力というかポイントみたいなのはある。うーん、確かにある。だからさっき言ってたようなあのセンターバックに求められるものとか、それこそね、あのフォワード、まあ今はちょっとフォワードに難しいか、センターバックが一番分かりやすいんかな今は。うん、でそう、これがあった方がいいっていうものは確かにある、うん、例えば視野の広さとか前ねちょっと話してたけど、ポジションによって求められる視野っていうのは全然違ったりもするし、そうですね、むずいですね。これそれないのにそのポジションやらないでっていう感じはありますよね、うんうん、あ、そう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 、うん、そうそうそうだね。だからなんかあのボール持ったらとりあえずドリブルしちゃうような子がセンターバックはちょっと怖いな、無理、怖すぎるんですよね。でもその例えばドリブルがすごい得意でドリブルが好きな子もセンターバックもしかしたらやりたいって思うかもしれない。あ、誰かに憧れてとか。僕ドリブル大好きなんですよね。大好き、やりたいんですよ。かっこいい。でもポジション的にやらない方がいいなって思ってた時もあるんで、うんうん、適正ポジション違うかもしれないですね。大輝くんどこでしたっけ？僕はいろいろやってた、いろいろやってたって言うとなんか上手いやつに聞こえちゃうな。いろいろやらされてた違うな、まあいいやセンターバックかサイドバックが多くて、たまにウイング、サイドハーフもやってた感じなんですけど、まあ、うんうんうん、バックスが多かったですね。ドリブルが上手い子は大体どの辺にいるんですか？ドリブルの上手さにもよるんですけど、一番後ろでやられちゃうと困りますよね。ああ。取られたらリスクがあるし、はい、ですね。だからドリブルをやっていいとか、やらん方がいい場所
と、やった方がいい場所みたいな感じで、まあ、それこそグラデーションやけど。あ、そうやね。だから大輝くんは、そういう意味では、ディフェンダーとして不適正じゃないけど、適正かどうかって言われたらまた別の話かもしれないそうね。ですね。うこれ、あれですね。めっちゃ面白いですね。めっちゃ全員もう一回考え直したら変わるかもしれないですね。いや、そうそう。考え直したら変わるかもしれない。本当に。大谷シャ翔ッフルし平てみはて。サッカーの方が適正だったかもしれないですね。あ、そうそうそう。そういうのも全然ある気がして。あ、だからこれ前も言ったかな。前なんかで言ったかな。その、ちっちゃい頃から一つのスポーツをやってる子とかって、他のスポーツやった方がもっとすごくなってた可能性が多分あったりするやんか。でもその可あり能ます性はね。ないものとして、まあ成長してしまってるから、果たしてその今やってるスポーツが適正かって言われたら分からへんけど、分からんっ不す適ね。正じゃなかったことは確かみたいな感じかな。イメージとして。得意とは何かにつながりますね。ああ、ほんまやね。ほんまや。じゃあ、たけるさん、僕勝手そう。にコンバートしちゃってたけど、僕の脳みそで。センターフォワードに。ちょっと考え直しいましや、ょそう、僕もそう思った。だから、たけるさんごめんって思いながえ ボランチって人気なんですか？人気だと思う。ら。そうですね。ボ攻ール撃を多的分な。いっぱい触れるし、真ん中にいるからね、なんか、主役感があるというか。メッシはどこですか？あ、どこだと思います？じゃあ逆に。お、メッいい質シの、問。セラビさんから見てメッシの適正ポジション。フォワードかボランチ。なるほど。メッシフォワードですね。そうだね。フォワードも主役感がありますよね。ありますね。ありますね。三笘はどこですか？三笘もいろいろやらされてますけど、どこが向いてるか、まあ今でも左サイドハーフ。ハーフっていうんですか？左サイドハーフ。ウイング。でもウイングバックが向いてるなって僕は思ってたんですけど、今の使われ方見るとそうではないそうようなだよ気もね。するそれし。もあるよね。そう、だから結局そうなんですよね。じゃあハーランドはどこですか？ハーランハドは。ーランドはもうゴリゴリのトップですね。センターフォワードですね。センターフあ、ォワそう、ード。フォワードの中でもいい。なんかね、フォーメーションによって変わるんでね。フォワードが1枚なのか2枚なのか3枚なのかによって。ああ、そうそうそう。奇数か偶数かで単純に真ん中が1人なのか2人いるのかみたいなとこもあって、役割がやっぱり違ってきたり。いや、それこそね、ポジション、そういうフォーメーションによって求められる能力というのが変わってくるから、そこに当てはめた時に適正であろうポジションに多分みんな収まってるのかなっていう。で、よくあるのが、なんかすごい能力高いけど、うちのチームではちょっと適正なポジションが見当たらないからっていうので、他のチームに出されることもあったりするもんね。それこそ。それが面白いですね。だから、上手い選手11人集めれば勝つっていうのじゃないっていうのが面白いところですよね。そうそう。まあでもファンダイク11人そうだっだよたらね。勝つかもしんないけ いや、ジダン、ジダン。ジダンだよ。そうだね。そう、だから最近はちょっとそんな感じのことを思ったよっていかう。になじゃあお聞きのあなたももしかしたら今してることが適正じゃないかもしれないですね。もっといい適正があるかもしれないですね。そうですよ。あなたも。こんなとこでポッドキャスト聞いてる場合じゃないかもしれそう。その仕事で満足してるんですか？ない よかったらいい仕事を紹介しますよ。まあだからこれは仕事、まあ仕事はちょっと違うかな。仕事の話やめとこう。やめとこう。ちょっとずれそう。
ね、まあサッカーにおいてはちょっと適正なポジションっていうのはちょっと一回忘れてみようかなっていうね、そのところで考えで見てみるとね、同じ配置した時にも違った見方できそうですね。はい、こんな感じで、はいはい、はい、面白かったです。ポジション面白かったね、膨らまりますね。ありがとうございます。はい、はいはい、ではまた来週も、じゃあ来週は7月から開催される女子ワールドカップについてお話をします。はい、お楽しみに。お楽しみに。サッカー is simple。サカプルではサッカーが大好きなあなたからのお便りやツイートをお待ちしています。フラット3と楽しくサッカー話がしたい方はぜひ番組ディスコードに遊びに来てください。お便りフォームやディスコード、配信で話題に挙げた動画も見れるツイッターなどの詳細は番組概要欄をご覧ください。サッカーはシンプルだ、毎週土曜朝10時キックオフです。